はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、チョコシートを作っていこうかなと思うんですけど、まあ、以前ね何回かチョコシートを使った折り込みのパンはね、作ってきたと思うんですけど、その中でこうチョコシートを作るシーンはあるんですけどね、まあ、結構もう動画も古いですし、まあ、遡ったりするの大変かなと思いますので、まあ、単独でこうチョコシートを作るだけの動画をね撮っていこうかなと思います。で、今日はそのチョコシートを使ったパンもこの後作っていくということで、まあ、そちらのパンはね、まだ後日出しますので、そちらの方も見ていただけると、お楽しみに。そうですね、お楽しみにしていただけると嬉しいかなと思いますね。じゃあ早速チョコシート作っていきましょうかね。はい。はい、では早速作っていこうかなと思うんですけど、まずはこのボウルに砂糖と卵を入れます。はい、砂糖と卵を入れる。じゃあまず砂糖から入れていきます。で、続いて溶き卵を入れていきますね。で、こういうやつで泡立て器ですかね。で、混ぜていくと、ちょっと白っぽくなるまで混ぜていく、こんな感じの色味ですか。なんかちょっと練乳色っつったらあれですけど、カスタードクリームみたいな色ですかね。そのぐらいになれば OK と、はい、で、これを湯気で焼きます。湯気で、はい、はい、それでは次は、ココアパウダーと強力粉を2回振るっていきます。はい、2回振るっていく、ここにラップ敷いてます。ラップの上に振るっていくんですね。そういうのは茶こしみたいにいいですね。こういうちっちゃいので十分だと思う。じゃあそれを振るっていくと、はい、それもう一回そっちにやる。手伝った方がいい。一人でできる。多少こぼれていいですか。2回振ればね、大丈夫ですね。ココアパウダーと強力粉2回振ると、そしたらまあこんな感じでちょっと均一になるからですかね。そしたら、先ほどのこっちのボウルに入れていきます。はい、粉っぽさがなくなるまで混ぜていきます。そしたら次にここに牛乳を2回ぐらいに分けて入れていきます。はい、2回に分けて入れるときに、1回目をちょっと少なめに入れてあげるとダマになりにくいと思います。じゃあ2回目入れていきます。
まあ、なんとなく混ざればいいと思いますね。なんとなくっていうかしっかり混ぜる。しっかり混ざればいい、うん、あの下に粉が残ってたりするとそれがダマの原因になっちゃうので、はい、しっかり混ぜてあげます。しっかり混ぜましょう。そしたら、はい、次にこれにラップをして、はい、レンジでチンしていきます。たらすぐぐるぐる混ぜします。熱いので気をつけながらやってください。はい、素早く混ぜると。そう、すぐ混ぜてあげないとダマが取れなくなる。はい、じゃあ再度加熱したら、そしたら軽くちょっと混ぜてあげて、軽くまた混ぜる、うん、でこれにチョコを入れていきます。これにチョコ入れる、でこの熱でチョコを溶かしていきます。このだんだんチョコになっていく感じがいいですよね、これね、うん。ミルクチョコ 60% のやつ、カカオ 60% カカオ 60% のやつを使ったんだけど、お好みでチョコは選んでもらっていいと思います。でチョコが溶けたら、はい、あとサランラップに出していきます。ちょっと大きめにラップを広げてあげて、はい、その上に出してあげます。この真ん中にね、そしたら、はい、このラップを大体こうやって四角になるように折ってます、はい、15センチの四角になるように正方形になるように。15センチかけ15センチの正方形、うん、はい、四角にしていきます。四角にしていく、うん、厚みを整えてあげてください。均等な厚みになるようにと、うん、ここまでできたら、はい、あとバットに乗せて、はい、冷蔵庫で冷やしておきます。はい、はい、ではこんな感じでバットに入れて冷蔵して完成ということですかね、うん、まあレンジ使うんで割と簡単にできるはできる感じですね。そうだね、うん、簡単に美味しいチョコスイートができます。はい、ということでこれをじゃあパン作りに使っていくということで、まあこれは事前に作っていってもいいってことですもんね。そうだね、事前に作って前日とかに作って、はい、冷蔵庫に入れててもいいし、はい、もっと前に作っておいて冷凍庫に入れといても大丈夫です。じゃあ私たちも今日はこれを使ってパン作りをこの後していくということで、そちらのパン作りの動画の方はまた後日アップしようかなと思いますんで、そちらの方もお楽しみにということでした。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。こうか。美味しいチョコのパンが次余ります。お楽しみに。はい。There's something different about the way we are